しかし実力的にはもう自他とも認める。そうですね、もういやはっきり言ってもう一度マッハが見たかったっていうのもあるんですけどね、マッハがそのままで終わるのかどうかっていうのを見たかったんですけど、まあ、はい、しょうがないですよね。そうですね、背中が見えているのがそのアンデルソン・シューバー、そして奥、黒いスパッツに、ウエストともものラインが入って、白いラインが入っているのがジュカンオン。とにかく手足が長いですからね。キッド選手はこの、アンデルソンのイメージっていうのはどうですか？試合っていうのはご覧になりました？こういうタイプはちょっと嫌だなって手足長くて。ああなるほど。しかも細くてもね。ちゃんと取れましたね。あんな腰も強そうです。ちょっと寝技も上手いんですよね。戦いにくい体格ですか、こういう。まだあんまこういうの戦ったことないからわかんないですけど、右足前サウスポーに構えてます。両選手ともそうですね。アンデルソンの方が非常にリズミカルに柔らかく前に出ていきます。ありますよね、あの距離で当たるんですからね。足長いですね、本当に。で、膝狙ってますもんね、あそこで。あ、膝が来た。簡単に上がってきます。キッド選手、いわゆるこれが先ほどから見えているシュートボックスのスタイルですよね。いいっすね。ちょっと体が大きくなりつつあるように。あ、そうですか。そうですね。今グラウンドがブラジルのトップチームの時間を立ちました。レフェリーがこの試合はペドロ・ヒーゾ。中立を保つというでしょうね。でも時間の方も体的にはこう似てますよね。ちょっと一回り小さいという感じですけど。そうですね、身長がやっぱりでも下がる。おー、さあ狙っています。もう逃がさねえぞっていう感じですが、なんとかこのコーナーから逃れるか、しっかり体を振っています。潰していった。タックのまだきっちり切れるから、膝に繋がりますよね。ちなみにアンデルソンの方が180センチあります。腰しっかり突き出してこれを切っている。そのまま立ち上がり際の膝あるかどうか、これはありません。内側差し返す。キッド選手のスタイルもやっぱりこうタックルまず切れますから、こう膝っていうのも考えてますか。はい、もう、はい、もう言ってますからね、途中で。さあ、切った。ちょっともう、やや、なえつつあるような気がしますね、時間を。もう分かっていいんですか。そうですね、なかなかブラジリアントップチームっていうのは名門ですから、そういう姿勢は見せれないとこなんですけど、もうほんとどうしようもないような感じになってきてるんでしょうね。反撃の糸口が見つからない状態ですね。そうですね。シュートボクセとブラジルとカシの対立っていうか。そうですね、まあ、あの名門の、特に重量級でシュートボクセの荒っぽいですね。そうですね、あれそのジムで特徴もあるんですね。まあ元々がシュートボクスはこう打撃のジムじゃないですか。その部分で充実をちゃんと寝技組み技というものを習得して、その打撃が生きるようになりましたよね、はい、やっぱりなかなか充実の選手がシュートボクスのような、あの打撃を身につけるまで至らないじゃないですか。そういう中で彼らの方が先に充実の技術を消化してしまって、自分たちの本来のテクニックを出せるようになった。ここまで来るこうアプローチが違うんですね。そうですね、スタート地点が違いますから、セコンドはモリー・ロブスタマンチ、 UFC ミドル級チャンピオン。はい、はい、なんとか腕でガードしました。いやこれもそうですね、相手がタックルのプロを読んでも首相撲狙いっていうのがもう、運動も起きますか。そうですね、もう何でも起こされって感じですよね。そうですね、だからこそこう時間音がもう攻めどころがないと。あ、これはうまく片足タックル上取りました。あー、でも下が三角狙いに行きます。キッド選手、いわゆるこうバランスがいいんですよね。偏ってないですよね、攻撃は。なんか似てます、プライドに今
ここまでアンデルソン氏はプライドでは、アレクサンダー大塚選手そしてアレックス・スティーブリングズとスティーブリングズに勝ってるっていうのはもう大したもんですよね。こう体格差もあったでしょうに、うん、これまでねブラジリアンがスティーブリングズには入部をなされてきたっていうんですか、うん、そういう中でね、まあ、基本的、まあ、個人的な希望で言うと、ええ、マット・ヒューズとかカーロス・ニュートンと見たいですね。マット・ヒューズが一番見たいですかね。いわゆるマット・ヒューズっていうのはこうレスリング出身のこう上からパンチっていうスタイルなんですかね。いやもうそれがうわおすごいすごいあのままあ力が強いですね。細いですけどしっかりした筋力を持ってますよね。大きくなったらダメですね。今の、うん、今が